にちは。こんにちは。鎌ヶ崎公民権運動です。鎌ヶ崎公民権運動の参加公演デビューの日になりました。こんな素晴らしい、デモするのがもったいないような、絶好の集会日和、デモ日和の日が現れました。まずはこの日を祝って太鼓集団カワンモラルさんに一曲やっていただきます。よろしくお願いします。景気づけお願いします。Thank you.
黒人の公民権運動が巻き起こった時、ワシントン大
大行進での際に、金牧師が有名な I have a dream、 私には夢があるという、有名な演説をしました。それと同じように私たちにも、夢があります。今からメンバーたちに、リレースピーチとしてちょっとずつその夢というか決意の表明をしてもらおうと思います。勝手に選んで悪いんですけど、逮捕された時のメンバーであるレオさん、まずトップバッターでお願いします。平日の中こんだけの人が集まったというのは、第1回鎌ヶ崎公民権運動として、非常に素晴らしいんじゃないでしょうか。ですね、久しぶりのデモの参加なんですけれども、何よりも、今西成特区構想が押し寄せてきているこの鎌ヶ崎で、声を上げる、自分たちで声を上げるということが非常に、大切だと思ってます。実際この路上での行動というのが、この間随分と制限されてます。露店で商売しているおっちゃんたちが、警察に捕まったりとか、監視カメラがどんどん増設されてって、路上での自由な空間がどんどんなくなっていく。でそんな中で西成特区構想どんどん進んでいくけれども、その実際に野宿してる人や、の権利の選挙権などの問題は、全然ないがしろにされている、そういうことをですね、路上で訴えていく、そういうことをまずやりたいと思いました。みんなで声を上げて頑張っていきましょう。じゃあ大谷さん。皆さんご苦労様です。大谷貴夫と言います。私もレオさんと同じ、2011年4月5日に、突然、令状逮捕されまして、それ以降ですね、4ヶ月ほど、警察の留置場とあと大阪の拘置所に、拘束されていました。で、一応、この事件の、裁判ずっとありましたけど、この4月に最高裁の判断が出ました。内容はね、私たちの有罪を、最高裁認めたという内容でした。判決は出ましたけれど、私たちがね、こういう形で声を上げてきた原因の一つ、一番大きな原因は野宿の労働者の方がずっとね、選挙権、住民票まで選挙権を保障されてないのを、なんとかしてほしいということで、声を上げてきたんですが、未だにね、それが実現できてないということで、この裁判はありますけれど、引き続いて、公民権運動という形で、選挙権を、早く野宿の人もできるようにという要求と、あと今日ですね、西成区役所までデモに行って、富永区長にですね、選挙権回復の要望と、監視カメラですね、この4月、突然また橋本、松井で、西成、府警本部の、3人が、監視カメラを従来の4倍ぐらいの数で増やすということが報道されました。で、このめちゃくちゃな、監視カメラを増やそうという計画の撤回のね、請願という形ですけれど、その要求もこのデモが終わって、富永区長に出していきたいと思います。まだまだね、非常に今、先ほどレオさんも言いましたけれど、西成特区構想という大きな流れの中で、それにね、抗う私たちの力は、まだまだ、小さいと思いますけれど、もっともっと大きくして、なんていうかな、怒りの声というか、をどんどん広げていきたいと思います。共に頑張りましょう。以上です。
リレートークということで、そしたら次、どなたか発言をいただきたいと思いますが、メガノさんお願いします。目方と言います。私は生まれてたかな、1961年の8月1日と聞いているんです。最初の抗議行動ですね。生きているのに、まあ、虫の息かもしれませんけど、生きているのに死人として扱われてしまったと。生きているってどうやって声を上げたらいいんでしょうね。まあ、それがきっかけだったと私は聞いていますけれども、この前の住民票の少女7年前になりますけど、それも全く一緒だと思うんです。みんな生きてる、息してる、この地球上でちゃんと足踏みしめてるにもかかわらず、日本のどこにもいない人にされてしまったのがあの少女だと思うんです。転居もしくは死亡じゃなければ住民票は消すことができないはずなんです。でもたった何ヶ月で、3ヶ月、4ヶ月であっという間に消されちゃった。だから生きてるって声を上げ続けて生きた、まあ、私はいつどうなるか私もわからないので、少なくとも生きてると声を上げていきたいなと、そんな気持ちです。かき消されて、かき消されて、蹴散らされて、蹴散らされてですけれども、小さな声でもやっぱり上げていきたいなと思っています。私たちなんかね、ちっちゃな力かもしれませんけども、気持ちだけは大きく持ってやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。あ、次すいません、インバさんお願いしたいんですが、上松さんですかね。はい、じゃ上松さんお願いします。どうにすみません、長いというところが皆さんにおしゃべりさせてもらうのは恐縮と思いますが、今西成が行為を仕込んだ姿にしたのは大阪市長橋本渡、それから松井一郎知事、それと西成区の富永正彦、ああいう人はどうして僕らの労働者、ホームレス、野宿者を汚いから、ここにおったお前らは汚いから排除するんだと言わんばかりの扱いをされてます。大変苦しい、俺たちは生きているんだと、虫けらじゃないし、労働者の一人生はね、一日一日が自然なんですよ。なんぼ正社員になると思ってもなれない。なぜきちんとした、そのきちんとした処理の中で雇ってくれるところはないんです。それしか書けない履歴書、そういう人がいるので、大変手配師というものは便利だ言うけれど、僕らは虫けらじゃない。俺たちがいなきゃ大阪はできなかったんだ。橋本市長が構造成長期にはあなたたちがいたから、大阪、ね、またこの西成府があるんだと、労働者には感謝申しつつと言ってるんですよ。その舌の根も乾かないうちに、橋本市長、松本一郎がタッグを組んでこの西成を潰しにかかってる。そういうことは非常にうるさい。私は体を悪くして今産後の方で生活保護を受けてます。生活保護ってのは何ですか。大抵の生活しかできない。それも来年によって10月は 10% 上がるから、それについて 10%
1% ですよ。1割なんですね。悲しいかな。1000円に対して100円、恐ろしい。税金よりも高い、ね、その金を持っていかれたら我々は路頭に迷います。それに対してもきっぱり僕らはもう何というのかな、そんなもんはやめてくれと言わんばかりに声を上げていきたい。そういうものを突きつけていきたいんです。そういうことでよろしくお願いします。どうも失礼しました。上山さん、どうもありがとうございました。今日は主催者側発表で1000人もの人が集まってくださっているんですけど、一人でも多くの方に励ましの、また決意表明のスピーチをお願いしたいと思いますので、外でも喋りたいという方、ぜひこっちに並んでちょっと待っておいてください。それで、次は、インパスお願いします。こんにちは。私はインバと申しまして、センターの方から毎日仕事行ってます。昨日も仕事行きましたし、明日も行きます。で、鎌ヶ崎というのは僕はやはり、労働者の街であると思ってます。で、この鎌ヶ崎あるいはこの西成の街をですね、良くするということは、すなわちこの労働者が、仕事をしやすい環境、生活しやすい環境を作ることが、この西成を良くすることになるというふうに思っています。ところが、今回、橋本市長が、言った方針によりますと、今あるセンター職業安定所ですね、あれを、地区内で縮小移転するというようなことを、言っています。で、僕はこれは絶対に、反対です。理由はですね、もちろん高齢者が多くなって、ね、失業者が多いという事実はあります。しかし、職業安定所というのは、失業者に仕事を紹介するのが仕事ではないでしょうか。あるいは高齢者でも、できるような仕事を見つけてきて、それを紹介するのが、職業安定所の仕事であり、そして、それがこの西成を、活性化することになるんではないでしょうか。で、今朝もセンター行きましてね、ほんで、ほんならこう張り紙がしてあって、でセンターでは除染の仕事っていうのは紹介しないというようなことが書いてありました。で、これは福祉センターの方が出してるんですけども、なんかビラチラシみたいのも置いてありまして、それを見ると、除染労働をするにはいろんな、手続きというかあって、そういうのはやっぱ労働者の皆さんも心得ておいてほしいというような、そういうキャンペーンのね、ビラがありました。で、やっぱりああいう東北の、福島のですね、ああいう原発事故が起こると、除染労働というのは確かに必要だろうと思うんですよ。福島の復興のためにも、やはりもちろんこう放射能を浴びれば体が悪くなるのは分かってても、誰かがやらざるを得ない、そういう仕事だと思います。でも、やはり最低限その、被害を少なくするためにですね、やはりこう業者がきっちりとそういう安全をこう保障するというような、そういう環境というのをやっぱり作っていく必要があるし、でそのためにはもっともっとやっぱり国が、そういう、除染労働に対してやっぱり監督しなきゃいけないと思うんですね。で、そうしたときに、センターのこの紹介機能というのは非常に重要になってくるわけで、センターをですね、こう縮小するというのは問題じゃないだろうと、もっともっと、そういう、安全な仕事ができるように、センターの機能を強化していかなければならないと思うんです。で、そもそも、センターができたときの経緯というのは、もともとこの町はもう路上求人がほとんどで、で、そういう、就労に対する国の監督っていうのがほとんど行き届かない中で、非常にめちゃくちゃな労働っていうのが横行していた、タコ部屋へ入れられて、何ヶ月間も無理やり強制労働させられたりとか、そ
そういった状態をやっぱりなくすためにあのセンターというのができたわけであって、でその、成果というのはやっぱり一定あると思うんですよ。でそれが、そういうセンターを縮小するということになればますますこう闇求人というのがこう増えてくると。今でも、このセンターに入りきれない業者の車というのは周りにたくさんいます。でそこで、センターの知らないところでそういう求人活動というのが実際行われているわけです。でそういったものをですね、やはりセンターにどんどんこう入れて、ほんでやっぱり、就労条件とかそういったものをですね、労働者が分かる形で明示させる形で、仕事をできるような環境を作っていくということが僕は必要だと思います。そのためにはむしろ縮小するどころかもっともっとセンターを大きくしていかなきゃいけないんじゃないか。でこの鎌ヶ崎の町をですね、やっぱり労働者が、住みよいそういう町にしていくためにですね、やはり今の橋本市長の方針は間違ってるだろうというふうに思ってます。そういった意味で橋本市長にね、我々の声を届けていきたいなというふうに思ってますんで、皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。稲垣さんお願いします。その後稲垣さんの後、メンバー、運営会議のメンバーの誰か、チキさん一言なんか言ってください。はい、こんにちは。今朝もね、この公民権運動の人らを中心として支援に来ていただいたんですけど、花園公園のね、テントを、秋テントと、それから軽四輪の廃線になったトラックが3つぐらいあって、それを撤去するという話を、11月の1日の、先ほどおっしゃっていました、検討会の席で、公園局、公園事務所の滝本っていうのを知ってますが、今、所長になっております。あれが、見て、11月の1日にやるっちゅうわけですな。今日ですよね。ちょうどこの集会とデモとに合わせてね、花園公園の中にあるその廃車と空きテントを潰す。それで検討会議の時に最後に発表させてもらったんですけども、結局ね、来ませんでしたわ。本当にやらしいですね。今宮中学校の敷地に小中一貫校、今宮小中一貫校っていうのがもう来年の4月に開校するんです。それを口実に花園公園の検討出て行ってくれるんです。それ私に言うんじゃないですよ。テントで生活してる人に言うわけです。ほんと、ビビリマンスはね、とにかく12月までやった。期限切られたらしいです。小中一貫校が今宮中学校の敷地の中にできてね、なんで花園公園の野宿してる人たちがそこを出ていかないかんのですか。関係ないですよ、全然。何にも関係ないです。ところがそういう口実をつけてね、子供と野宿してる人を対立させて、いつもこういう手法なんです。そして野宿してる人たちを追い立てていくというやり方。萩の茶屋小学校と今宮中学校に散水装置あります。ね、萩の茶屋小学校の散水装置は見やすいですね。塀にずっと取り付けてるから。あれは野宿している人を排除するために取り付けたもんです。あの花にね、今花つけてるけども、カモフラージュで。あの花に水なんか当たりませんよ。あの壁に当たるんやから、角度があって。そしたら、子供がそれ見てね、野宿している人は水をまいてでもそこから追い立てたらええんやということになるじゃない。これ差別教育です。こんなことしとるからね、いつもずっと前からの手法ですよ。子供と野宿している人や被
日雇い労働者を対立させて、そして日雇い労働者で野宿している人を排除していくというこのやり方です。変わってない。これと戦わないかんと思う。子供と野宿している人が話して理解し合えばね、全然問題ないわけでしょ。そういうことをやらないと。萩野茶屋小学校も今宮中学校も、この間の検討会議で元萩野茶屋小学校の校長というのが出てきて喋ってましたね。子供が少なくなった。当たり前よ、そんなもん。そうでしょ。あんな散水装置なんかつけてるから子供たちが少なくなる。対立することやから。だからあれやめたら子供増えるよ。僕はそう思ってるよ。まあ、あれやめたらいいことだけじゃなくて、そういう差別教育をやめたらね、お互い理解し合うということをやれば、ああいうことはなくなる。子供も増えてくる。人もどんどん鎌ヶ崎、まあ、西内に増えてくる思います。まあ、それはそれとしてね。で、今日はまあ、大阪市が来る予定やったり、滝本というのが、11月の1日の日に、11月の11日に、廃車と空きテントを撤去しに来ますって、はっきり言うたんやからね。来なかったんや。まあ、たくさんの方、支援に来ていただきまして、まあ、今、免れてます。それから弁護士もテントの人につきましたね。本人については、遠藤博道弁護士がついてくれて、それで、まあ、何かあったら弁護士の方へ、まあ、話しに来いというふうに、今日、大阪市のその滝本に、所長の滝本に直接連絡して話してました。だから言って油断はできませんけどね、切り崩しに来ると思います。12月までに出ていけと。そう言っておきながら、片一方では、今やったら居宅保護取れるよと、こういうふうに、ささにかけるんですよね。そしたらやっぱりそっちの方に行きますわな。12月までしかおられへんのかと。そしたら、まあ、生活保護、居宅保護や施設じゃなくてね、居宅保護を適用する腕がそっちに行こうか。それ行くのはええよ。行った後ですよ。大阪市が最初どんなことを言うとったか言うたら、テントを出るときにテントの屋根潰して出てくれって言うと。それなんでか雨降ったらもうびしょびしょになって使われなくなるからって言うと。こういう話です。もう一つは同意書作らされてるんですね。テント出るときにこの自分のテントは大阪市が処分してもらっても結構ですという、こういう文書を書かせて、そして生活保護に移ってね、テントを潰す。だから生活保護を手段に使ってるわけです。テントを潰す、こんな邪悪なねやり方ないですよね。まあ、私たち徹底的に戦いたいと思います。この間までは一人やったんですよ。全部それで切り崩されて、今7人おります。金園公園でそこで生活してる。今増えてます。まだどんどん増えていかないかと思ってます。今僕らはそのことやっていけへんかったけどね、あそこで、まあ、すいましょうということを言ってこなかったけども、大阪市がそういう汚いやり方をするから、僕は今みんなに訴えてて、花園公園空いてるよ、テント空いてるよ、テントがいっぱいになったらまだ敷地がいっぱいあるよと、空いてると思う。だからそこへ新しいテント建てようって今言ってるんですよ。そういうふうにしてね、戦わなあかんね。日雇い労働者に対する差別、それから野宿している人に対する差別と徹底的にやっぱり戦うということが大事だというふうに思います。ありがとうございました。浜ヶ崎公民権運動のメンバーの一人です。この間まちづくりの検討会議に出ましたけれども、あまりに陰銀無礼だと思いました。本当に人のことを大事にしないで表面だけきれいにするっていうのは、やっぱりあまりにも差別だし、ひどいやり方だなと思いました。それと同じようなまちづくりをしようとしてるんだなというのが私の感想です。で、住民票をあれだけたくさんの人たちから奪って、その人たちが今どうしてるんだろうかという関心も持たないで、
町づくりをするっていうのは全然優しくないなと思います。で、一人あの住民票を奪ったあの一人に優しくない町というのは子供にも優しくないし、高齢者にも優しくないし、女性にも優しくないし、失業者にも優しくない町なんだと思います。で、ある人が浜ヶ崎で起きていることは全国に広がっていくと教えてくれたんですけれども、本当に今はそのことが全国に広がっています。だから浜ヶ崎からそれはダメだっていうことをみんなに知らせていきたいと思うし、奪ったものはちゃんと返してもらいたい、その声を上げていきたいと思います。みんなと一緒に戦いたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。デモに出る前に、アメリカの公民権運動の象徴シンボルとなったあのウィシャル・オーバカムっていう歌を歌いたいと思ってるんですけど、そのウィシャル・オーバカムの替え歌の歌詞を皆さんに今日配っています。スピーチばっかり続くとちょっと疲れますから、あのここで、その替え歌を居酒屋アナウンスの尾崎さんよろしくお願いします。あ、皆さん、どうも暑い中、ご苦労様です。結構暑いですよね。替え歌じゃなくて、あの2年前から夏祭りとか越冬にも来てました、あの中川五郎さんが詞を付けたんですね。で、あの、まあ、勝利、もともとは勝利とかいろいろ入ってたんですけども、まあ、勝利も入ってますけども、なるべくたくさんの人に歌ってほしいということで、特に2011年の3月11日、以降の中で、その関連前にいろんな人たちが再稼働反対と、集まってきて、その中でみんなで歌える歌をということで作ったそうです。まあ、ちょっとしか練習してないんですけど、皆さんで歌ってほしいと思います。あ、こんにちは、どうも。あ、どうも。石川さんも来てる。いやいや、お疲れ様です。夜勤明けですか。いやいやいや、まあ、寝てた。もうだいぶ寝てた、大丈夫。もうバッチリですね。大きな壁もぶつかりつつ、あなたと私、みんなの力で、心
がとうございました。ちょっとね、恥ずかしいような感じの、ちょっと照れくさいような歌なんですけど、みんなの力で、立ち向かおうというと。ただ最近思うのは、例えば、先ほどから皆さん言ってますけども、西成特区構想で、やっぱりこの街がこう活気がないとかいう時に、いろんなことを変えていこうという動きがあるんですけども、その時に小中一貫校ができた時にも、私たちの、私の知ってる露店の人らみんな排除されました。でそれは生活保護を受けてる人が、小遣い稼ぎにやってるとかいう人いますけども、私が知ってる人はみんな生活保護を切られて、で仕方なく毎日毎日朝早くに露店やってた人、それから野宿してる公園から一生懸命リアカー引いて露店出してる人がほとんどでした。でそういう人たちが、仕事できなくなるし、で寄せ屋さんですよね、天木さんとか扱ってた寄せ屋さんも、なくなって、でそしたら結局空き家集めてる人たちもこの近くですぐ監禁して生活できなくなると思います。最近思うのは、原発でも、町が、低迷してるから経済が低迷してるかと言いますけども、で再稼働が目論まれるんですけども、動かしたら、動かさなくてもですけれども、その被爆労働者が被爆するわけですから、町をこの西成も活気づけようと言いますけれども、その下で一番弱い人が配慮されると思います。ですのでやっぱり一番弱い人に、寄り添うというところに、私たちこう自分たちの視点を置いてやっていくと、このちょっと照れくさい詩ですけども、あなたも私もみんなの力でとい こう大きな力になるんじゃないかと思います。またいろんなところでこの歌を皆さんと歌っていけたらと思います。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。3時10分からデモに出発したいと思っています。で、それの準備もありますけど、あと2人ぐらいスピーチを、お願いしたいと思うんですが、突然ですが小林さん、何か一言ありませんか。考えてないです。いやいや、考えてないです。そしたら記念すべき釜ヶ崎公民権運動の三角公演デビューの日なんですので、小柳先生からちょっと祝辞をいただきたいと祝辞そんなんあんじゃん。この会のこの運動の名付け親です、はい、公民権運動というのは、先ほど司会者が言いましたように、アメリカで、アフリカ系アメリカ人の間で起こった運動です。でそれはたった一人から始まった運動です。どういうことかというと、アメリカの当時のバスはですね、いわゆるアフリカ系のアメリカ人と、いわゆる白人と言われているアメリカ人がですね、バスの中で、分けて座らなきゃならない。でそれをですね、女性のアフリカ系のアメリカ人が、それを拒否したということから、その権利がですね、獲得していくという形で起こった運動です。たった一人から始まった運動です。今日はこんなにたくさん集まりました。アメリカの公民権運動よりですね、もっと先を行くような形にしていかなければならないなというふうに思います。たった一人からでもできるという、あれがですね、ワシントンの大行進10万人のデモになったということを考えたらですね、たった一人がどういう資格するかということが大切じゃないかというふうに私は思います。終わります。ずっとしゃがんでると足が痛くなってくる。CIさん、一言お願いします。座ってパソコンしすぎて膝が痛くなってきた。ああ。その後急に立ち上がったらダメなんですか。立ちくらみするんで。膝がね、負担。釜ヶ崎公民権運動の石井です。よろしくお願いします。じゃあ短く言いますけども、西成特区構想の下で、アイリン地域のまちづくり検討会議が進んでいますけれども、
特区構想を進める人たちはですね、釜ヶ崎を普通の町にしたいというようなことを目論んでいるみたいなんですけれども、あの、はい、普通の町にするのがいいのかどうかっていうのを、あ、終了しましたよ、なんか。あの、まあ、日本には死に化粧みたいな感じ、貧困というものが存在していて、死に化粧って、その貧困が、まあ、あることはいいことではないんだけれども、あるならやっぱりそれを可視化していかないといけないし、まあ、貧しい者同士、あの、団結していかないといけない。で、それが一番できる素晴らしい町が、さっきあの、日本で一番素晴らしい町が鎌ヶ崎だと思います。自民党のなんとかっていうシリーズ。女の人、まあ、今年に入ってからです、ね、と一緒に写ってる写真があって、ライブセンターで署名活動とかビラ巻きとか、あの、する機会が増えたんですけれども、ここ、まあ、あの、鎌ヶ崎のポスター、先輩住民の方たち、確かあの人やったと思うんですけどですね、先輩たちとの、と自分との力関係の差というのは、ああ、そうだったっけ、まあ、立場の違いというのをあんまり見分けがつかない、まあ、感じながら、ちょっと緊張関係も緊張感も持ちながら、しかしそうかもしれない、参加してるんですけれども、まあ、でも、あの、私たち鎌ヶ崎公民権運動は必ずや、あの、先輩たちの信頼を得られるような運動を展開していきます。なので、あの、一支援団体というよりは共に差別行政と戦う仲間として、私たち鎌ヶ崎公民権運動を皆さんのもとに迎え入れてください。よろしくお願いします。おジェントリー、ジェントリー、なんだ、ジェントル、あ、すいません、大谷です。出発3時10分なんですけど、まだちょっと時間ありますけど、ちょっとデモについて、あの、なんか、構想について若干、腹持ちのやつがいて、なんかすごい段取りがいい、3時10分にですね、そこの北側の東出入口を、出てですね、まあ、銀座通りを、今宮駅に向かって直進します。で、天平線を建てて、ジェントリーフルチンケーション、あの、まあ、コードは非常に分かりやすいんですが、右折してまっすぐ行って、花園の北の交差点をまた右折ですね。で、いなり区役所の前を通って、ありますね、区役所のすぐ先の、関西松田の駐車場、まあ、そこで流れ替えさん、ということで、まあ、大体1時間ぐらいの、車屋に売り払った金払い、コースと時間を予定しています。で、ちょっとまだ時間あるんですが、割と4畳半には住んでないんですけど、ね、畳、あの、デモを行うにあたっての許可条件というのがありまして、まあ、一応出してみますね、まあ、これ皆さんいつも聞いてるんですが、まず更新にあたってはジグザグ更新、渦巻き更新、逆戻り更新、下がり子差し子、いわゆるフランス地でも、またはお父さんのおそらし更新、駆け足更新、携帯等一般更新、ただ乗ってないところを行しないことと。で、鉄道、コンボ、竹棒、石または先端を尖らせるなど、危険な開口を、もう、男下、そのプラカード等、その他危険なものを携帯しないこと。で、更新中、旗竿、プラカード等を、支えにして対応を組み、またこれらを一般講師に対し危険を及ぼすの方法で振り回し、もしくは横に倒すのなどの行為をしないこと。で、更新経路を変更しないこと。で、まあ、解散は速やかに流れ解散すること。ということですね。で、それを、あの、ぜひ頭の中に入れてください。で、先ほどもちょっと言いましたが、あ、どうもこんにちは、どうも、皆さんは、あの、デモが終わってですね、西成区役所に、請願を出しに行きます。今日はゴージャスなイベントだった。ちょっと時間がありますので、その文案をですね、まあ、後で皆さんまだ、あの、もらってない方、ここにまだ残ってますのでお取りいただきたいと思いますけど、ちょっと読み上げたいと思います。あ、どうも、ですね、これなんですよ。請願書、2014年11月11日、富永正弘西成区長殿、同宿余儀なくされている労働者の選挙権行使の回復と、防犯カメラ大幅増の計画を撤回することを求める請願書、請願用紙、鎌ヶ崎では2007年3月29日の住民票一斉招状以降、同宿者が選挙権行使をできない状態が続いています。
これは普通選挙を保障した憲法15条国際人権規約 B 規約25条に明らかに反しています。橋本徹大阪市長とも協議の上、早急に野宿を余儀なくされている労働者が、選挙権行使が回復できるための施策の実施を求めます。また2014年4月4日橋本徹大阪市長と松井一郎大阪府知事、三浦正光大阪府警本部長の3者による合同記者会見の場で明らかにされた確定罪と薬物対策などを目的とした釜ヶ崎での防犯カメラの増設の計画は薬物問題の根本解決につながらないことは言うまでもなく、釜ヶ崎に住む人、この地域で働く人があらゆる場所で選挙権選挙できないじゃん、返されるということになり、これ自体が重大な人権侵害、プライバシー権に相当権が侵害だと考えます。橋本大阪市長とも協議の上、元警官が悪用したんです。ということで、元警官なんです。請願項目として、まず一つが、そいつのせい、そいつのせいというか、それを口実にして、労働者の選挙権行使回復のための、一斉に政策を早期に行い。ということと、もう一つ、二つ目が、2014年、はい4月4日に明らかにされた釜ヶ崎での防犯カメラ大幅増設の計画を早急に撤回せよ、まあ、この2項目をですね、請願書ということで提出しまして、一応、文書でですね、医療連の連絡先で回答を示すことを求めるということで、出していきたいと思いますので、まあ、デモがあってもですね、一緒にこの請願書を出しに行こうと考えている仲間は一緒に出していきたいと思います。ということで、まだ時間がありますので、まあ、どうですか、遠慮せずに、まだあと15分あります、ね、ネットワーク、前田さんとか何か一言二言、あれなんですか、そのあ、締めスペーシーですね。まあ締め手ですよ。でですね、つまりなんというかその西大特区闘争を粉砕ということなんですね。要は簡単に言えば、一行で。川崎公民権運動は、橋本本妻って書く、本日、まあ、多くの方が、まあ、参加されて、これから、まあ、デモに出発するわけ ですけれども、私の方からは、この間、2年間、梅田で殺された。富松新春さんのに関して、この間、まあ、医療連の大谷君のハドと一緒に、この間、やっていきました。で、公民権と差別、虐殺、関係がないんじゃないかというふうに、まあ、思われる方もいらっしゃるかとはちょっと思いますけども、決して公民権運動と野宿を余儀なくされている仲間への差別襲撃、そして、まあ、虐殺は全く関係がないとは言えない。で、何ならそもそも公民権というその人権、そもそも権利そのものが鎌の労働者、とりわけ野宿を余儀なくされている多くの仲間たちが奪われているわけです。そしてその、直接的なその、権利からの排除で、要するにその社会的な排除によってその路上にその法に立たれる。でそもそも路上で生活せざるを得ないということ の、まあ、その命がその危険にさらされている。でましてやそこにその襲撃をかけてその殺すなんていうのはもっての国家で、
その国が彼らをその、排除しなければ路上で殺されることはないわけです。私たちはそういったその権利を獲得していく、そして路上で決してその殺されない、共生の社会を、このもともとこの鎌ヶ崎では社会的弱者を決してその排除しないという素晴らしい社会なわけです。これを破壊衝突をすることに対してそういったことを阻止していく、この公民権運動と襲撃を許さない、襲撃のない社会を目指していくということは決してその同じ目的であるというふうに私たちはそのこう考えています。本日からのその公民権運動の実現と差別も襲撃もない社会、そして当然その憲法で保障されている権利、全ての権利を野宿している仲間が当然のようにその獲得していく素晴らしい社会を皆さんと共に実現してそこに行きたいと思います。いうことで、私の方からの発言は終わります。どうもありがとうございました。久しぶりのデモで嬉しいような怖いような緊張感が走っていますけど、さっき素敵な歌を歌っていただきましたけど、やっぱりみんなで元歌を1回だけ歌いたいと思います。勝利を望み勇んで進もう、大地踏みしめ
センターは真っ先に耐震問題を解決します。浜崎から監視カメラを鳴って、生活保護の切り捨てをやめろ。命をないがしろにする特攻等はインチキだ。特攻等を企む奴らはさっさと退場しろ。橋本市長は即刻やめろ。まあ以上です。このデモ式というか、ハンドバイクのコールに従ってですね、皆さんも一緒にコールして、いただきたいと思います。そしたら、ぼつぼつ、10分前になりましたので、デモに向けての準備というかで、一応参列渋滞で、お願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。すいません、プラカード8枚ほどあります。参加者残りもありますので、お願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、まもなくあの手も発車します。それでは集会をこれで終わりまして、いざいざデモに出かけます。今のうちにトイレに行きたい人は行ってください。はい。で、今言われたように、上り旗とかプラカードとかぜひ持ってください。お願いします。どうも、お疲れさんです。今もやってるんですか？ありがとうございます。いや今日はなかなかお部屋柄もよく、お国が重い。そうですね、もう、どうもありがとうございます。この後デモ出発です。できたいと思いますので、こんばんはじゃない、こんにちは。どうも。あ、ワンワン、ワンワン、ワンワン、いや、この後ですね、でも。だから急遽書き足した感がかなりありますね。まあ大丈夫です。ジェントリフィケーションみたいな。微妙に早いからずれていく。ずれてますね、だいぶ。まあ大丈夫です。全然滑っていく。滑っていや大丈夫ですよ。もう滑ったのに。あ、どなたか皆さん、これもどうぞ。はい。あ、もうあれですね、住民票改正ってことですね。大事にしとる。
そしたら、おつぼつ、あの、3列中回でお願いします。マイク喋る方、マイクあるんで人間でなくても、住民票はなかった、まあれ住民票撤回裁判とかないか、判別で、あの、その住民票の件に関してもう3年ぐらいもう公示書に入れられてる人もいるんですよ。マジっすか、そんなに累計だから出てきたと思ったらまたあの別件、なんていうか黒部公募で行かれるし、で、この度11月またあるんですよ。なんかあのお父さんが経団を楽しそうに喋ってて面白いな。あれですよ、あのあれですよ、フリントリスティック。いや、別にいいけどな。デントリーフリントリーリリスティック、あ、いいです、大丈夫です。もっとちゃんと町民、市民とは地域交流しなきゃいけない。あ、ワンワン、ワンワンがいる。え、こっちの前ですか。あ、こっちが前だ。こちらがあの前です。先方から立ってくれください。まあ、あのこっちが前ということです。警察の言うこと聞かないから僕。ごめんなさい。ああ、ごめんなさい。Thank you.
びてる。雨はそっととやめろ。
します。野宿の仲間の選挙権を返せ。あ、すごいあるわ。選挙権を返せ。あの水銀灯の根元上に小さいのがあるんですよ。あの黒いやつが。仕事を紹介しろー。
Thank you.
京しろ。弱い者いじめのつぶやきは立ったと大切よ。大阪市は野宿の仲間の選挙権を返して。
やんわり、まずスーパーターまでだ。アイリッシュさんは記録を紹介しよう。アイリッシュさんは記録を紹介しよう。Thank you.
地をないがしろにする特区構想はインチキだ。特区構想を企むやつらさっさと退場しろ。橋本市長は特区やめろ。ついでに安倍をやめろ。Thank you.
Thank you.
左に寄ってください。Thank you.
大阪市は野宿の仲間の12人
ください。選挙権を返せ。またスーパー玉ねが仕事を紹介しろ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 絶対に通達ないぞ絶対は先に耐震問題を解決しろ絶対は先に耐震問題を解決しろ耐震問題を解決しろ耐震問題を解決しろ浜の先から監視カメラを出して監視カメラを出して監視カメラを出してどうや区役所に来た西成区役所住民票改正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 選挙権改正選挙権改正All right.
方々、期末労働者と連帯するぞ。期末労働者と連帯するぞ。不当労働は許さないぞ。何時ぐらいまでかかるんですかね。区役所だから申し入れに、あ、申し入れというか一応請願という形で、あの先のあのあれをですね、そういう感じでございます。本日の、
全員で行ったりするバスですね、なかなか最初オフィスするお前かったんよ、あんの方がええねんけど区役所浜で、ここはどこですか、そんな遠ないよ、今がもう4時12分です今、はい、あ、どうもこんばんは、こんにちは、どうも、区役所にラブレターを持っていくんで、区役所に、あ、小塚さんです、どうも、ちょっとなんか区役所にラブレターを持っていくということで、ラブレターをフロブ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 ロ、警告状ですね、まあ、はい、どうぞ、あ、後ろ危ないですよ、危ないですよ、後ろ危ないですよ、あ、すみません、こんな感じですね、請願書っていうやつを持ってくるんです、あー、いましたね、なんか公務員のタヌキャス、あれ区役所前の一番おいしいとこ取りに来るんだよな、おいしいとこ取ってんじゃねえよって言ったら、そうやな、あれ省エネすぎやんな、もうちょっとちゃんと作ったな、ご飯のツイキャスしたいねんな、維新の会みたいなもん、そう維新の会は政党公認公安やからな、なんかスーパーターまでに噛めたんだな、あ、なんかやって、なんかボクシングジムやってるんですよ、そうそう、なんか系列の店っていうか、で、松井とか橋本がこういう子をやるやん、あれが亀田と一緒やってるから、ま、あの亀田イズムなんです、やっぱヤンキーか、まあそんな感じかな、ね、せいがビッグダディと維新と亀田親子の区別がつかない、ああやっぱり一回亀田のお父さんを見た、なんかすごかったですね、いやなんていうか、いきなり暗闇が現れたんでちょっとびっくりしたんですね、あんなものがってああいう方が現れてびっくりしますな、怖いわ、あ、すみません。あ、どうも、あ、こんにちは、どうも、ですね、今からですね、西成区役所の方に、なんか請願書というものを持っていきます。ですけど、僕もどさくさに紛れ、はい、なんかインスタグラムなんかある、あ、そうなんだ、綺麗だよ、綺麗、その世界で、ね、インスタグラムですか、石川さんがサングラスかけてるのは、世界が綺麗のみたいな、ああ、いいですね、なんかイステフービセピアってことで、トピアですね、あ、すみません、どうも、まあ、壊れかけのレディオなんで、まあ、そのなんちゅうかその、あ、はい、僕の体は少し大人になったもんな、大人になったのかな、で、これなんか行きましょうか、行きますか、なんかみんなで行きましょうか、ああ、どうですか、セイバン、あれですね、ランドセルの会社、まあ、それはセイバンですね、まあ、あ、どうもありがとうございます、どうも、皆様、
これ皆さんで全員行くんですか？みんなで行くんですか？全員でどうと。なんかアポ取ってんちゃうかな。わっしょいわっしょいとか言ったら。わーって。そうかな、思うけどね。あ、じゃあ行けるんですね。じゃあ大丈夫大丈夫。で、今からちょっと請願とかいうのを。7回ぐらいらしいぐらいって言ったらいいですか？持ってまうか。7回けど乗れるだけの乗れるか乗れるだけ乗ったピーグは7回で乗れるもんやこれ奥行くけど大きいのかな、どこかな、とかいろんなその荷物とか搬入のあれで動きの
レッドのあれかも。だから結構広めに作って。7回です。あ、すごい。おー、ショールだ。区長ですね。区長に用事です。区長聞いてるんですけど、はい、区長やります。どういうことですか。ちょっと待たせていうことで、そしたらよろしくお話しします。部長会には各部長会に。すみません、ちょっとあの担当私、あの堀と言いますが、はい、あの、はい、やるんか聞いてるんですか、まあ、今は行ってるか行ってないかできますと、行ってないということなんですけど。あ、そうなんですか。それ隠してみてない。それ本当ですか。それ隠してみてないですか、おたくら。隠してる人いるんじゃない。すみません、これ庁舎内なんで、もうちょっとこれ小さい。誰もいません。隠してない。どこに行かれました。どこ行かれました。ちょっと区民があの区長に何やったのか聞きたいんやけど。それまでお知り合いです。すみません。何を言ってんの。区長さん、まだ空きあります。もう終わり。そしたら、はい、まあ、ですね、できたら区長さんが行ってほしいんやけど。区長はどこですかね。すみません、我々担当なんですけどね。いや、やっぱり決して怖くないから。今日は理解するよ。本当に理解する。でもパッと帰るのもおもろないろ。やっぱり部長大変かとか、部長大変通りとか、やっぱりあの一緒にいようか。部長さんはいるけど全然来ない。そういうことや。橋本隆史とも協議の上、早急に野宿の議論をされて、同行者が選挙権交渉会議
か、橋本大阪市長と松井一郎大阪府知事、三浦正道大阪府警本部長の3者による合同記者会見場で明らかにされた覚醒剤等薬物対策などを目的とした川崎の防犯カメラ大幅増設の計画は薬物問題の根本化の解決につながらないことは言うまでもなく、川崎に住む人、この地域に当たる人があらゆる場所で監視されるということになり、これ自体が重大な人権侵害、プライバシー権、共同権の侵害であると考えます。橋本大阪市長とも協議を終え、早急にこの計画の撤回に行きますというのが請願です。で、請願項目の一つが野宿を補っされている労働者の選挙権を使いそのための政策を早急に行います。二つ目が2014年4月4日に明らかにされた浜崎での防犯カメラの大幅増設の計画を早急に撤回せよというのが請願項目です。で、この請願書の提出は日本国憲法16条の教育請願権に基づくものである。請願法5条には観光者は市民間の請願を提出に処理しなければならないと述べられている。私たちはこのような議論にしない必要に対し、この請願を最大限であって一般の提出を説明したのに先の連絡先まで認定されていることになっています。で、請願団体というのは、今日の選挙権を返せ浜崎やそれどうこの文章の人が臨時研究室に浜崎さんに決めたんですけど、連絡先が大阪市の浜崎に浜崎に連絡先で、一応3部出ますが、はい、で、まあ、なんでしょう、東京に行くと、それとね、今日嘆願いうことで、上松さん、まあ、今日ちょっとアピールされたんですけど、嘆願書を出したいと。で、内容はとにかく町づくり検討会議あと2回なんですけれど、漢字カメの橋本が全然出てきてないです。だからやっぱこれが一番の本願のお便りということで、橋本に町づくりに出るように市長からまあ要請をしてほしいというこの嘆願書を今から出します。まあ、4つ、はい、の町づくり検討会議に橋本市長の出場を求める嘆願書です。嘆願書、また平成26年11月11日西成区長富永また城との、ね、僕のところは西成区3-8-33で、東部あやめ2階の209号室、上松義雄です。今、愛人地区、町づくり検討会議が有識者で話し合われています。そこで、大阪市長が愛人総合センターを移転し、建て替えることに関し、その意思として、新しく西成の町に住むなどと発見しているようにすることについては、はなはだ良くないと思います。よく理解することができますが、現実として、センターは毎日朝早くから仕事を求めに来ると、ホームレスやホームレス状態、意識が、職がないために、仕事にできない人、定住できない人、職はあっても定住できない、定住したくても定住できない人、ある人の雨露をしのぐ場所であり、かつ多くの労働者の交流の場であります。西成区長は西成に住まる人たちの生命、財産、健康、教育などの人権に関わる諸問題を預かる御身でございます。その点において、
く信頼申し上げます。大阪市長のコロコロと発言を変換する態度を市長として取り沙汰していただきたく存じます。なぜなら愛人地域は過去から多くの労働者の存在があり、今日の日本の基礎を築いてきたものであります。この点について市長の見解をお答えいただきたい。結果的に現在ホームレス状態並びに生活保護者のとなっている人たちはギリギリのその日の暮らしをしています。そういった人たちの居場所を大阪市長は守ると発言していますが、彼の発言が前途の通りに変換するので、そう発言を担保していただくためです。この間西成区長の西成区の男性の平均寿命は全国最低で推移していますが、こういった状況の中で野宿者を権力が強制的に排除すれば、結果として地域的問題として不安定な状況を招くことが懸念されます。この地域に住まう尊い生命を、命を守ることが、起点に立てられて改善していくことだと思います。結論として私の考え方の趣旨は、できれば世論を呼ぶこの難航している愛媛地域のまちづくり検討会議に自らが出席して討議に参加するか、会議をスムーズに進行するのではないかということであります。信頼できる事例によって必要に対応が承認されることを説明にお願いいたします。以上よろしくお願いいたしますという、回答は条例なんだ。請願の。初めて、うん、伝わる、うん、まあまあいや私個人が受け取るわけでございません、うん、仕事として大事で
受けてもさ、きちんとさ、ねえ、一番よく分かる。そうかして、どれだけのことじゃん。あの伝わるのはもちろん、あのその辺がわからないと思うんですけど、すみません、ちょっとそれをこの回答とかっていうのが、大阪市のその担当のところが、あの回答を作成させていただいて、で、まあ、あのもちろんそれもすみません、ポスト、あの回答させるわけではございませんので、大阪市として、その担当のところから回答させていただきますので、すみません、ちょっと、間違いなしかな。まあ、そうですね、あの、これはないかな。まあ、そうですね、これはないというか、回答は、あの、させて、あの、担当の部署からさせていただきます。それは守ってや、森さん。あ、それはもちろん、はい。あの必ずあのこのような状況で私がどうのこうのという問題ではございませんので、はい、すみません、ちょっとしたらすみません、ちょっとまた、中身を聞かせていただいて、ちょっとまたお聞かせいただくことがありましたら、ちょっとご連絡させていただきます。それでも、様の方は、ワクチンの方で必ず伝えさせていただきたいと思います。わかりました。はい、すみません、説明を差し上げます。はい。いつもね、毎日これの言ってるんだけども、はい、聞いてたら、こんなことでしょ、やっぱり最後は初めてそんな方に持っていくんでしょ、ね、はい、そしたら初めてさんも中に入って私たちが言う分と市の人がやってるの分と聞いて市の人ばっかりで同じような繰り返しじゃあかん。だから初めてさん聞いて最後は初めてさんにまとめて持っていくんでしょ。持っていくんだったらもうさっきの初めてさんを捨てて帰りました。足しめた。しまった足。というわけで、すごい高いな。
というわけで、今ですね、請願書の方、送り続けてやったです。あ、どうもお疲れ様です。というわけで本日、鎌ヶ崎、公民権運動、降りましたという感じでして、本日どうもというわけで本日はどうも、長時間ご視聴どうもありがとうございましたというわけで、配信の方終了します。どうも本日どうもご視聴どうもありがとうございました。どうも失礼します。あ、どうもどうも、あ、ありがとうございます。失礼します。